ね、あのライブをやっていきたいと思いますこちらのライブではトルコに突入でた私があの日本に帰ってきてねあの日々感じること経験をシェアしていますのでお付き合いいただけると嬉しいですはい、えー、着物はねあの下関に泊まってたんですけどあの今日ね長崎に帰ってきましたねあの朝から朝食を食べてでそこからは、えー、となんだっけ角島 角島っていう山口のね、まあ、有名なスポットがあるんですけど角島、まあ、下関から1時間ぐらいだったんで、まあ、せっかくだったら行ってみるかと思ってあの角島に行ってで帰ってきてあで福岡の方でなんかねあのー、なんかね九州国立博物館でねなんかトルコのねなんか。 催し物をやってるっていうのをねあの嫁友達に教えていただいたんで「こんばんはお帰りなさいありがとうございます」そうやからえー、っとその途中かえ帰りその福岡のなんかトルコのね催し物に行って寄ってで帰ってきたっていう感じです「長かったこんばんは帰りは渋滞大丈夫でしたか渋滞はねなかったです「こんばんはありがとうございます」あの「帰りはね渋滞はなかったけど長かった」 もうだから何時間運転したんだろう今日めっちゃだって下関から角島までだいたい1時間ちょっとでしょでそれ往復で2時間ででまたえー、っとね もうまあ、とりあえずねあのたくさんね運転しましたこんばんは下関生まれたところです角島も行きましたそうなんですねそうそれでもうねお尻が痛くて痛くてもう久しぶりにねこんな長距離久しぶりにねあの運転したんでねもう本当にちょっと疲れたっていう感じですはいでえっとね今日はね あのちょっとね昨日ねあのそのそトルコのねあの社長さんとまあ話したことというかそうちょっとねそれをね話したいと思います <laughs> 昨日はちょっと疲れてたのでそうだから知り合いのねトルコのねあの社長さんのオフィスに行かせてもらったんですよで「あ浅村さんお疲れ様でしたありがとうございます」そうでえっとね最初はね 最初はその旦那さん旦那さんがその社長さんと連絡を取っててでその社長さんのところでなんか旦那さんが働かせてもらえるみたいな話だったんですよ最初はねそうそれでまあえー、っと長崎で会うことになってっていう感じだったんですけど その社長さん的には今からねねなんか、ね、レストランを開こうというふうに考えててそこでねあの旦那さんにねなんか調理師としてねあの働いてほしいって思ってたみたいなんですねねでも旦那さんはそんな調理師としての経験はないからそこでねあの働くことはまあ難しいっていう話になって経験があんまりないからねそうで えー、そっから、まあ、私の話になって奥さん何やってんのっていう感じでそうそうそれでなんかあのーまあ、私はね、あのーまあ、トルコの雑貨が好きだからなんかねあの朝丸ニュ入とかして雑貨屋さんやりたいと思ってますみたいな話とかもしてたら。 ねで何であっあぶ頼むはあすいません <laughs> 戻ってきたちょっと待って終了してえっとねあのうちにちね w i f i があるんですけど今繋がってるかな w i f i <laughs> 今どういう画面だったんだろう w i f i があるんですけどそのね w i f i 今ポケット w i f i をね契約してて でそののポケットの充電が切れちゃったんですねそうやから YouTube は途中で終わってしまったけど、うん、ま,あまたあとでアップロードすします、はいまあ、そういう感じで、えー、どういう話してかなそ,うそれで、まあ、私がねそういうね輸入のなんか雑貨そういうねことをやりたいと将来的にやりたいと思ってるっていう話をしたら、えーとね、社長さんたちもなんかねそういうねなんかオンラインで。 なんかあのーまあ、ネットショップをねあの開きたいと思ってるっていう話になってちょっとばあちゃんの携帯が繋がってますが繋がりが悪いこれはいかんな大丈夫かな電波肝心な話が聞けなかった 大丈夫かな今は大丈夫ですかね、まあえっと、まだね肝心の話じゃないから大丈夫ですあの前,前置き段階なんでそう、まあ、それでそうそうで、えっとねなんかね、社長さんたちはねあのその方たちはなんかいろいろね雑貨をもうすでにねあの持ってる財庫を持ってる今は大丈夫ありがとうございますで雑貨を持っててそれをねネットショップを開設して売りたいと思ってるんだけどそれをやってくれる人を探してたっていう感じで。 あのおっっしゃってでよかったらなんかそれのなんか運営をやなんか運営をしてくれる人をね探してたっていう話をしてくださってでもしやる気があるんだったらあのやらないかいみたいな感じで。 あの言っていたただけたんですねそう前回長崎に来た時にねそうそれで下関にオフィスがあるから見においでっていう感じで、まあ、あの言っていただいてあの昨日見に行ったっていう感じなんですねそうそうでそれで、まあ、見に行って、まあ、結構ね綺麗なあなオフィスででなんかもうねちょっとねあのどこまで正直ねどこまで信用していいんだろうっていうところとかもあったんでねそう なんかまあすごいねあの、まあ、結構年年配の、まあ、老夫婦なんですよねあの日本人の奥さんとあのトルコ人の旦那さんでねあの老夫ね年配の方なんですけどそ,うそれで、まあ、オフィス見に行ったら、まあ、実際ねその、まあ、オフィスになっててでその売りたいっておっしゃってたその雑貨たちも本当にねあのもちろん会社としてされてるのでもう。 すごい箱の量もう何十箱もうすごいすごいまあねあの倉庫オフィスとは別に倉庫みたいなところもあってみたいな感じでそうそうでそれでまあやらないかいっていう話だったんですねそうで私としてはねもうすごいチャンスだなと思ってだって、ね「あさま雑貨をやりたいです」って言っててでも結局その働かないといけないからえ,え その雑貨屋さんをやるにしてもその資金が必要じゃないですか最初やるのに資金が必要だからその資金を貯めるためにはまずはなんか仕事をしてお金を貯めてでその自分があのそういう雑貨屋さんとかねカフェとかねそういう自分がやりたいことをねやっていこうかなっていう感じで考えてたんですでそういうところにうん社長さんたちからまあねそういうショップのね で、えっと、ただそのんだろう何て言うんだあのその来てほしい人材としてはうーんそのどうやればいいんですかっていうふうに聞く,聞くような人じゃなくてもう本当にあの来てもらうんだったらあなたに全てお任せしますと。ね、あのだからその やり方を教えてくくださいいいいみたなな聞く人はいないわけですよ上司はいないもう私があなたが全部仕切っていいっていうふうに言われたんですねだからそのネットショップの開設からそれをあの運営していくでもし運営していって軌道に乗って人が必要ならばそれを言ってくれたらあなたが面接をして必要な人をあのねあのアルバイトとかで来てもらうようにする。 みたいな感じでなんか言われてそうそう <laughs> なんかいきなりすごいことを任された感じなんですよねえみたいなそうそうねだからま来てほしい人材としてはなんかまあその自分であの調べながらでもやってくれる人そのどうやればいいんですかみたいな人じゃなくてあのこうやったらいいかなこうやったらいいかなってあの自分でやって ね、あのくれる人が欲しいっていう感じで,、ね、でそのネットのショップもあの解説は、まあ、簡単に簡単にというか、まあ、できるかもしれないけどそ,れそっからそなんか売り上げを立てるっていうことが、ね、そのどれぐらいかかるかわかんないなっていうところ。 あって私そういうことやったことないからね経験がないからだからまあ正直に言ったんですよそのね私は経験がないからなんか、えーまあ、その部分がね不安ですとその、まあ、自分でし調べてそのショップ自体は開設できたとしても開店できたとしてもそ開店できたとしてもそこから人が買ってくれるかっていうのはまた別の話じゃないですか。そうやから ね、なんかその辺がね不安ですみたいな話もしたんですけどそしたら何て言われたかなあなんかそのすぐにねもちろんねそんなすぐにね軌道に乗るとは思ってないからあの何ヶ月とか、まあ、1年とか2年とかねあのかか,かかるだろう、ね、すぐにそんなに売り上げが立つとは思ってないっては言われたんですよねそうそう。 ねまあそんな感じで <laughs> で何て言うんだそのさお給料のさ話とかもなんか2人が十分生活に困らないいい給料はあげるっていう感じでもいくらとはおっしゃらないんですねでまあお給料はっていう話になった時も社長さんはいくら欲しいみたいな感じなんですよ <laughs> ね、私こういう経験ないからもうなんかいくらって言えなくてねいくらね君たちはいくら欲しいのみたいな感じなんですよ <laughs> ねそう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 そんな感じででもそうなんかやっぱりその私たちも生活していかないといけないからそのお給料とかっていうところはすごい気になるんだけど でも私はそれよりもこれってすごいチャンスだなっていうなんかこんなことってないじゃないですか <laughs> ないじゃないですかなんかそうすごく重いそうすごく重いそうそうそうねそうでなんかねえっ、ー、っていう感じだったけどでもやりたいっていう気持ちはすごくあの あったんですよそうすごいやりたいやりたいけど、ね、あのちゃんと生活できるお金がもらえるのかとかうーん不安な部分はあとそのネットの、ね、ショップをね開設できたとしてもその売り上げが立てれるのかとかだって売上が立ってないのに、まあ、一応ねお給,料お給料制であの、まあ、社員としてねあのもし。 ややるんだったらそういう風に社員として雇うっていう風に言われたんですよだからお給料としては毎月もらうけどねそのねもらってるけど売上が立てるってなかったらみたいななんかそういうところとかなんか自分にできるのかなっていう経験がないからねそうだからなんかすごいまあ、不安ですよね不安だけどやりたい やってみたいいしすごい可能性がある私はその将来的にあの自分の会社を作りたいと思ってるからそうだからそういう社長さんの,あの小さい会社だからねすごくすごく大きな会社じゃなくて小さい会社だからすご社長さんの近くで働けるし多分そのもしは入るんだったらいろいろねその教えてあげるみたいなことも言われたんですよねあのい,ろいろいろね。 本当に色々されてる方なのでそうだからすごい勉強になるなって思ってだからその何て言うんだろうすごい重いしやったことないからもうできるのかなっていう気持ちでいっぱいなんだけどでもこんなチャンスはもうないなっていうかてかこんなこんなチャンス来ると思ってもうね <laughs> でそれで思ったのがなんかねすごいね 旦那さんと出会った時と感覚が似てるんですよねその旦那さんと出会ってその付き合おう結婚しようって言われた時も旦那さんの名前と職業しか知らなかったそれ以外の情報何もなかったんだけどでも私はこう信じて飛び込んだわけですよなんかすごいねその状況に似てるなと思ってねなんかその今社長さん のその要望としてはネットショップを立ち上げてそれを軌道に乗せてほしいだからそうそれをそれさえしてくれれば別にその労働時間何時から何時とかもないしそのベラト君を事務所に連れてきて事務所で見ても全然いいしなんかもう自由にやってくれていいっていう感じなんですよねそう,そうそうそうそれでねまあ、結論ね。 あのやりますってっや,りや,りやりたいですって言ったんですよもうねこんなチャンスはないなと思ってでその本当にあに、のー、家も準備準備するっていうかもちろん家賃分や家賃家賃そのお給料とは別に家賃分も出すししかも下関ってすごい田舎だからちょっとな長崎より田舎なんですよね <laughs> ね、長崎より田舎だから、まあ、車がないとぶっちゃけ困るような状況そうだったからうーんねちょっとその部分も不安だったんですけどそしたら社長さんたちから「えーとまあ、私がやりたいですと」と言ったらあじゃあその家,家の分も出すし、えっと、なんだっけ車も会社で買って対応っていう形で貸すから。 っっって言ってて言くださってそう、ね、なんかねちょっとなんか <laughs> なんかまだあるんですよそのできるのかなっていう気持ちはあるけどもうやるしかないっていうかねですっごくねあの私はねその社長さんたちご夫婦の,全あの人柄もすごくす素敵だしなんかその生き方というか,なんかこう話してて伝わってくるエネルギーがすごく。 良い <laughs> 良いというかそうだから私もこういう大人になりたいなって思ったんですよねそうそれで、ね、まあ私もね年取ったらこういうね大人になりたいなって思ってそうなんかねすごい多分、まあ、社長さんで多分 すごいお金持ち多分一個一個持ってるものもなんかすごくいいものを持ってらっしゃるし健康にもすごく気を遣われていてでもなんかそういうねなんかなんて言うんだろう選ぶった感じというか、まあ、社長さんだけどなんかすごい社長だぞみたいな全然そんな感じもないしっていう感じでなんかすごい人柄なんかねその社長さんがうちのばあちゃんとねなんかちょっと若干似てる気がするんですよねなんか 雰囲気ってそうだからそういうところとかもすごくあのなんか近くで働かせてもらったらすごい勉強になるんだろうなと思ってそうだから給料はいくらですとかあの具体的な話はなかったけどもう私はやりたいと思ったのでやりたいですって言って <laughs> 言っちゃったそうでそうなんかねでもまあ なんて言ううだろう今,まで今までとすごい逆の選択をしてるなと思ってて今まで私基本的に仕事探す時ってま,しまず給料から見てたんですよねマジ <laughs> ま,まず給料とか賞与とかがあるかとかそうだからそういうふうにねあのねそういう ふうに見て見てただから条件条件その土日休みとかなんかそういうのを見てからその後に仕事ないよとかを見てこう仕事を探してたんですけど今までね公務員になった時もそうだったんですよその公務員の中であのどれが給料いいかなって思った時に一個だけあのねちょっと 特別,特別とか他の公務員より給料がちょっと高い公務員の職業があったんであの私はねそこに <laughs> 行った行ったんですよねそうねでも今回はそのお給料がいくらとかの話はなくただもう家も車ももう準備してくれるっていう話だったのでもうね生活さえとりあえずできたらいいやって。 っていうあとは自分で何て言うんだろうもう軌道に乗せて、ね、もしそのネットショップが軌道に乗れば乗ればの話ですよ給料制じゃなくてそのネットショップの売り上げの何パーセントを給料としてもらう取り分としてもらうっていう、まあ、契約に変えても全然いいからっていうふうに言われてもしそのネットショップがあのうまくいけばですよそうそうそうまあそんな感じで。 言われて、まあね、ちょっと怖い方がね大きいんですけどもちろんそうでももうねなんかねそのやっぱりやりたいしこんなチャンスもうないでしょっていうだってもうこんなチャンスないでしょっていう感じでそうでも怖い怖いのは怖いもちろんそんなめっちゃ責任重いじゃないですか って思ってたら,思ってたら <laughs> 今日ねあのその帰り道にねずっと車の中で音楽かけてたんですけどもう音楽が飽きてきたからあの私のね大好きなねマヤ駅の,あの先生がいて和江先生っていう先生がいるんですけどその先生が you をてて YouTube をしていてそうそれで YouTube をしていてその YouTube をね見てたんですよ見てたっていうか聞いてた。 ラジオ感覚でねそ,うそしたら毎日ねマヤ歴の開運ポイントをお伝えしてるんですけどちょうど昨日ね下関に行って、まあ、社長さんたちと会って「まあ、この仕事やりたいです」っていう言,言った昨日がね何だったかっていうとその昨日の開運ポイントを今日ね車帰りの車の中で見たんですけどそれが。 えっと、金95青いは C 黄色い人音4っていう昨日はね金ナンバーだったんですよで昨日が <laughs> ちょっとこっからねマヤレキを知ってる人しかわかんないと思うんですけどあの絶対拡張筋っていうのと極性筋っていうぜ、ね、あの絶対拡張筋っていうのは、えっと、この金ナンバーはすごく、えっと、拡張する広がるエネルギーを持ってるんですよ だから昨,日昨,日昨日のエネルギーはすごい、えー、拡張だから物事が広がるエネルギーもあるし極性菌って言って、えっと、何かを極めるっていうエネルギーもあるんですよ。でえっとマヤ歴の中で、えー、260通りあって絶対拡張菌と極性菌がダブルダブルの日ってもうあの 95だから昨日しかなくてでその先生が言ってたのは何かを始めるのがおすすめって言ってたんですよで開運ポイントは失敗を恐れずに責任を引き受けてみましょうっていうねあのねそうでその先生が言ってたのがね昨日言ってたんですよ昨日そう昨日言っててで 何かお願いされたけど何て返事しようかな迷ってる案件責任を感じる怖い難しそうだなっていうものはぜひね引き受けてみましょうとあ引き受けてみましょうというかそうだね引き受けてみましょうその責任を感じるなとか怖いなとか難しそうだなっていうそのエネルギーはあなたを助けるエネルギーとして後々あなたのところに帰ってきますと。 ね、だからチャレンジしてみる絶好のチャンスなんですよって昨日ねあのヤレキの先生が言っててねだから昨日の開運ポイントを今日見たんですけどだから私はねあの <laughs> それの通りにね本当にやっててあもうこれはねいけるわと思っていけるかわかんないけど <laughs> 私すごいマヤき前歩き前歩きすごい信じてる信じてるってうか マヤ歴の流れに乗るとあの本当にすごいんですよねそうだからもうなんか今日それがリンクして車の中ででわーと思って昨日やるって言っててよかったと思ってでポイントはね気が重いっていうのがねポイントらしいんですよもうね本当にねあのー、マヤ歴のねはつらつ風マヤ歴風で調べたら出てくるかな金95だから昨日のねぜひ見てほしい 本当にねでも、まあ、とりあえずその前歩きの先生が言ってることと昨日の出来事がどんぴしゃでそうもう私はすごくやりたいけど気が重い、ね、経験はないしすごく責任が重いし自分にできるのかなっていうところあと何でねここまでしてくれるんだろうっていう気持ちもあったんですよ。ねだってそんなにそんなに知らないって言ったらあれですけどね。 なのにだって下関に来る交通費もホテル代も出してくださっててでやりたいですって言って下関に引っ越してくるってなったら家も準備するし車も準備するしって言ってくださってるでお給料も払うでお給料以外にもし何か大きなお金が必要になった時は言いなさいと。 なんかもうおじいちゃんおばあちゃんみたいな感じですけどねもうちょっとさもうちょっとこんなことあるっていうなんかちょっと怖い気もするんですけどでも本当に去年の旦那さんに会った時となんか感覚が似てるからもうこれはねもうえいやと飛び込んででもう何があるかわかんないけどもうどんな経験も多分ねあのー、経験として宝になるからまあいいかなっていうことで。 ね、はいということでねあの私たちは下関に行きます <laughs> けれども私はこっちでね仕事が決まってたわけですよ長崎でね仕事が決まっててでもその仕事がねあのとりあえず旦那さんが仕事決まるか分かんないから早く仕事決めなきゃと私思ってあのとりあえず1ヶ月の契約社員として私は仕事を見つけて あの契,約契約っっっててかやりますす言ったんですよでその契約社員もその途中で、まあ、やってみて途中で長期に伸ばしてもいいみたいな感じで一応言われてて1ヶ月で終わってもいいしまたなんか伸ばしてもいいみたいな感じで言われてでそういう仕事で私はね長崎であの働く予定だったので、まあ、ちょうどいいっちゃちょうどいい。 1> ね1ヶ月働いて、まあ、その間に家探しとかねあの荷物まとめたりとかしてそうだから私たちは下関に行きます <laughs> もう何かマジでドラマかっていうねはいそんな感じですでえー、っとねちょっとたくさんコメントもらってたんでねあの読みますね読みますねちょっと待ってどっから読めばいいんだちょっともう喉が。 あそっかで電波がね1回切れたんだった大丈夫かなめちゃくちゃトルコ人ですねそう給あれかな給料,給料いくら欲しいかっていうなんかさそういうさ質問受けたことないからさいくらって言えなかった言えない言えない <laughs> いくらあったら2人生活できるかみたいなで結局やりますって言ってからは、まあ、その下の関の物価とか なんか賃金がどれぐらいとかが分かんないからとりあえずあの家を見てみて、まあ、そのオフィスの近くとか、まあ、車があるからそのちょっと,と遠くでもまあ利便性がいいところでもいいからちょっと家を探してみてくれって言われてでその、まあ、その家賃がどれぐらいかでもそのあんまりその贅沢な家は準備できないかもしれないけどでも何て言うんだろう2人がちゃんとあの休める。 家を選んでほしいと思うっていう風に言われて、ね、あのちゃんと仕事に集中してほしいから家ではちゃんと休めるようなあのしっかりとした家を選びなさいみたいな感じでは言われてはいそんな感じですはい初期費用はかからないけど人のお金で事業をする責任そうマジでそれマジでそれなんですよだから社長さんはすごいリスク リリススクをリスクというか、ね、だってなんか今まで何かをやってやってきましたっていう人だったらあれだけどその経験がない上でだから社長さんはそのリスクを負って私に投資してくれてるみたいなもんですよねそう初期費用はかからないけど人のお金で事業する責任そうなのでもだかから燃えるというか <laughs> なんか私日本に帰ってきてだからその仕事を見つけてあの今月からする仕事がまあ事務職なんですけどなんか結局前私が公務員やってて事務職だったから、まあ、事務職だったら難な,なくこなせるじゃないけどやっぱ前の経験があるからできるかなっていう感じでやったんですけどなんかそれだったらなんか何の進化もないなというか。 ななんかまた同じことを繰り返してるなってるっいうのはうす,うす自分ででも思ってたんですよねまあそのねあの給料を事務職で給料を貯めて自分で事業をするっていうふうには思ってるけど結局なんかそういう事務職で働いたら働いたでそこで疲弊してその自分で事業をするっていうところまで行き着くのかなとかも思ってたしそうまあそうそうそんな感じ。 ね、でもその指示をしてくれる人がいないから自分で全部やらなきゃいけないんですよねだからいいのか悪いのか分かんないですけどでもすごく今頭の中ではなんかこうしてああしてみたいなのがこういろいろ浮かんでてねあの楽しいのは楽しいですただうまくいくかなっていうところね でも社長さんたちも最初からうまくいくとは思ってないよっていうふうに言われてねはいそんな感じですはいすごく重いですねでも絶好のチャンスそうなの給料プラス家賃補助とかって言うといいと思いますよありがとうございますチャンスしかないねチャンスピンチはチャンスというかね浅丸さんはお店を持って接客してが夢だったんですよね確かにチャンスはチャンス ねえチャンスだけどでも人生は一度きり浅村さんに巡り合ってきたチャン,チャンス難しい選択ですねね本当はいそこから学ぶこともあるよね夢を人に話すことは夢を実現する協力者ができることだと聞いたことがありますそれだと思うなるほどねでも本当にあに話してたらこうやってインスタライブとかでも話してたら ねあの「私これできます」とか言ってくれる人とかあのいるんですよ「あのあホームページ作るのできます」とかねだからもしねあのそのネットショップがもし軌道に乗って誰かの助けが助けっていうかねあのなんだろう発送作業とか色々あるじゃないですか棚卸とか色々ねあの在庫管理とかそれで私が一人で回らなくなるぐらい忙しくなったら なんかイ,ンスタインスタとかでねあの呼びかけようかなと思います私は導きだと思うはい頑張ってくださいありがとうございますでもねあの私もね社長さんに聞いたんですよなんであの経験のない私にそんなねあのことを言ってくれるのかみたいな感じで言ったんですね聞いたんですね <laughs> そしたらなんかその社長さんはね何て言ってたかえー 何て言ってたっけあそうななんでねあの経験のない私をねそういう風に選んでくれたんですかみたいな聞き方を多分私がしたんですよそしたら社長さんがいや別に選んだわけじゃないと選んだわけじゃないあのなんかもう神様があの全て決めてるからとで出会いは運命みたいな感じで言ってて な,んかなるほどねっていうなんかまあね一個一個の出会いを大切に運命としてねあのやってくれてるのかなっていう感じでちょっとうまく説明できないですけどもう怖い。 怖いでしかないでですね怖いいしかないけどこれはもうこんなチャンスはもうないなっていうことではいそんな感じですはい家も車もすごすぎるすごいですよね旦那様の意見は旦那様はえっと旦那さんはまああのなあのなんかもうあなたに任せるっていう感じですね あなたに任せるっていう感じでも今のホテルの仕事が多分あんまり好きじゃないからねっ、まあ、下関に行って新しい生活ができるっていうのは嬉しいんじゃないかなと思いますはい私五感はとても鈍いんですが今話している朝丸さんのキラキラしているポジティブホーラー <laughs> ありがとうございますそううん でも私ももすっごいよく考えてでも自分の心に聞いたんですよやりたいかやりたくないかっていうそのいろいろね怖いとかできるかなとかそういうのは置いといて「あなたはやりたいのやりたくないの,この,しこ,のしこの仕事」って言ったら心は「やりたい」って言ったんですよだからやりますってもうねもう給料とか そういうところ、詳細を聞く前にもうやりたいですって言ったんですよ。<laughs> こんにちは、こんばんは <laughs> こんばんは、こんばんは見ている私までハッピーになりそうですありがとうございます今の浅原さんキラキラしてるありがとうございますありがとうございますありがとうございます,いますなんすっす,すシャンス <laughs> シャンスやめっシャンスよどうスクントよ、スクントよゆかりちけです えっと朝丸さんの気持ちすごくわかりますトルコ人の旦那さんを持つと自分の中での常識がなくなって何でも飛び込むフットワーク軽い姿勢に自分もなりますよね朝丸さんやるべきです新しい新しいこと始めることでいつもと違う自分にも出会えます失敗も学び応援してますわーめっちゃ素敵なコメントありがとうございます本当に。 新しいことを始めることでいつもと違う自分にも出会いますマジでそうだと思う本当にあに自分がいつもせしてる選択と違う選択をするとすごい幅が広がるんですよねだから私の今回の選択はいつも給料とか条件で選んでた仕事をもうそんなの一切見ずに <laughs> やりたいかやりたくないかっていうところでぜひこの チャレンジをねやってみたいと思ってはい。やることにしましたね。どうなるかわかんないですけどね。これがどうなるかわかんないけど、はい、そんな感じです。今の朝丸さんへの言葉ですね。ありがとうございます。メル幅風先生素敵ですよね。そうもうね。かずえ先生はね。本当にすごいから。もう皆さん youtube 見てください。もう皆さんね。このね。マヤ暦の開運ポイント通りにやってたらマジでみんなすごくなる。 はいすごいすごい朝丸さんならできるありがとうございます旦那さんのお仕事はだから旦那さんのお仕事は結局そのその社長さんの会社では雇うっていう感じではないんですよだからで社長さんが言うにはちゃんと日本語をね勉強した方がいいとでも私もねそれを,を最近感じててね最初はもう 働いてもらった方がいいし働いし働て社会に出た方が日本語を覚えれるって思ってたけどやっぱその読み日本語の読みができないとやっぱりなかなかそのいい就職先っていうのは見つからないからなんか日本語をちゃんと勉強させた方が長い目で見た時にはいいなっていうふうに最近思い始めてます。そう はいそんな感じで、えーっとまあ、私がその、まあ、ネットショップをやるんですけどいろいろねもうすごいまだね段ボールに入ったままで、えー、っとその商品っていうか在庫たちがねそうだからなんかそういうのを片付けたりとかだからまあ一緒に働く形かなねとりあえずちょっと旦那さんは保留っていう。<laughs> 下関へ行こうでもお給料は大事だからはっきり言えるといい,い,いねありがとうございますおめでとうございますすごい朝丸さん人生面白い楽しんでるし輝いてますねいやマジでねドラマかなみたいな <laughs> ドラマですねドラマちょっとまジ暑くなってきたわ暑くなってきた暑い暑いちょっと はいそんな感じです良い話を聞けてよかったですますますお忙しいと思いますが一つ一つやれば大丈夫ねねちょっとまあ多分ねそんな簡単にはいかないと思いますけどそのね社長さんたちもすぐできると思ってないからそのなんか壁にぶつかった時にじゃあどうすればいいかなって考えてまたトライでまた壁にぶつかったらじゃあどうすればいいかなって。 でそういう風にトライしてくれる人に来てほしいという感じであのおっしゃっていただいてなんかマジでなんかね本当にあのその社長さんご夫婦のね言葉とか考え方がすごい素敵ではいそんな感じで。 どうなることやらはい新生活楽しみですね前向きに前向きにそうですね素敵ありがとうございますこんばんはこんばんはありがとうございます両親が個人経営者なので商売が山あり谷ありなのを間近で見てきましたとても素敵な方に巡り会えたんですねお商売されてる方は口がうまい人も多いのでお給料や福利厚生はうやむやにせず話を詰めて書面で契約書を交わしておいた方がいいと思います頑張ってください応援してますねそう やっぱりね自分で事業をしようって思った時に本当に個人でもあの会社でも経営してる人って本当にすごいなってあの思います普通のねその辺のお店とかでもね本当にすごいであの一応ね福利厚生とかはあのなんだろうちゃんとあの保険とかも全部つけるしつけるつけるっていうふうにはあの言っていただきました保険,保険はもうその社員として 入るからそうななんだ保険,保険系は全部つけるって言われてで多分普通に、まあ、契約書みたいなのは書くと思います、まあ、給料がいくらかっていうのはちょっとわからないですけれどもでもそれ以上の経験があると信じてね <laughs> やっていきたいと思いますでちょっとね、まあ、これは許可が取れればの話ですけどやっぱこの。 この過程ネットショッピングを開設してネットショッピングを運営していく過程もねあのー、インスタとかね SNS でね発信したいなって私は考えててまた私のアカウントじゃなくて別のアカウント作ってその、ね、や,やろうかなとかいろいろ考えてますね。<laughs> はいということでねあの今日もね長々々とねあのお話聞いていただきましてありがとうございました、ね、YouTube の方はちょっと途中で切れちゃったのであのインスタをねアップロードしたいと思いますまだねあの恐れの方が大きいんですよ、ね、でも本当に開運ポイントを聞いた時に失敗を恐れずに責任を引き受けてみましょうっていうのが昨日の開運ポイントでマジもうぴったりみたいなねもう やばーってなってはいということでしかも昨日が絶対拡張金だから昨日始めたことっていうのは拡張するし広がるしこう極めるエネルギーが流れるんですよもうマジ最高じゃんと思ってはいという感じで「<laughs> いつか映画化されたら面白いんですね」とか勝手に夢が膨らむ。 今日こんここん今夜もありがとうございましたありがとうございました貴重なハッピーなお話ありがとうございました頑張ってくださいいありがとうございましたこちらこそあの皆さんコメントたくさんありがとうございましたではではキャンディーで「イバコワイゲスギョルシュールズバイバーイゲジラー」